じゃあ星4キャラクター、星4武器縛りでいきますか。螺旋星4縛りで行くときはパーティーの生命線って開花パ反応なんですよ。超開花、劣開花が大事。まあだから下が氷、この元素いた方がいいなら、まあ、トーマかな。トーマ軸の劣開花ね。まあそうね。で上は超開花で行けばまあクリアできそうですけど、どうですのどうですの。さあ、じゃあ行ってみましょうか。前半がパーティー編成コレイ、ゆくあき、しのぶ、あきららだね。後半がトーマ、キャンディス、ヨーヨー、スクロスかな。うん。でキャンディスで水付着狙うときはキャンディスの貫突効果が結構大事で、自分の体から水元素を吹き出す効果使ってます。ちょっとここのキャンディスはキャンディス貫突してないと厳しいかもしれません。まあやっぱゆくあき一人じゃ足り、まあバーバラとかになるのかな。まあココミンとかは別にでもいいし、まあ任せるわ。さあ始めよう。あ、熟知上がる。いけるかもしれねえ。マグケンキさん、こんにちは。高評価よろしくお願いします。高評価よろしくお願いします。雨描きがたし、やべ、めんどくせえ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 。ちょっと失礼。マグケンキ久しぶりすぎて対処法忘れてるが、うん、結構スキル回しもうまくいってるのでは。キララのシールド硬いね。受け切ったぞ。ちょっと失礼。これ割れないんじゃね。超開花強いね。超開花は強いし、キララのシールドは硬い。どっちかというとこっちのパーティーの方が不安。あ、これ誘導大事、もしかして。めんどくせー。イエーベイで草元素撒き散らして、俺が守るよ。あ、結構やばいかも。あれ、ヨーヨーのスキル押してなかったのか。結構やばいかも。あ、でも劣化化で3万2000入ってる。ちゃんと草元素巻き散らさないとダメだな。あ、強い劣化化、やば。あ、気持ちいい。あ、いけるいけるいける。開花開花開花、劣化化開花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 、劣化化劣化化劣化化開花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 。いよ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 。いや、安全地帯でひたすら銃撃ってるクソ野郎がいる。ぶっ殺す。水変化水変化水変化、スクロス水変化。いける？いける？間に合う？これ間に合う？間に合う？これいけるね。久しぶりにこのパーティー触ってマグケンキの対処もミスってガバガバな立ち回りだったのにもかかわらず7分ギリギリぐらいということはいけますね、これは。サイウルコペチペチして。これシールド割られないよ、これ硬いね、キララ。これアンバーで回避して超回化起こして、ナイス。やっぱキララ強えわ。え、で落水源霊たちの誘導がわからないな。真ん中に立ってれば来てくれたりする。ユエグイ出番だよ。違うか。火に気をつけろ。やべ、爆発切ってすぐキャラチェンしてしまった。やらかした。やばいやばいやばい。ちょ、真ん中に固まってもらわないとでも困るんだよな。あ、いいいい、そのまま固まって、そのまま固まって、で使いからみんなぶっ飛ばす。はい、とりあえず開花の種まき散らしてもらって。あ、ヨーヨーで通常攻撃くんのが一番いいじゃん。怖くない、怖くない。オッケーオッケー、学習した学習した。さっきより遅い。そう、キャンディス、キャンディスとスクロスの出番がないわ。キャンディスとスクロス使わないで、トーマとヨーヨーだけで落水源でフェーズはいけるけど、さっきよりタイムが悪いね。で、こっからが本番。いや、落水源での誘導だな。課題は立ち回りはだいぶ良くなってきた。元素チャージ効率も今んとこ完璧。五時の炎、ギリギリかギリギリか。こいつなんよな、わかんねえな。落成限定の誘導の仕方わかりませんか。それさえわかればイージーなんだよな。今後の攻略のことも考えると、落成限定の誘導方法をマスターしないといけない気がします。ちょっとダック、こいつらの誘導だけわからん、マジで。俺が守るよ。炎を立て。怖くない。怖くない。で、これで劣化を起こしながら。これで劣化を起こってる。これで合ってる。
これで合っている。セーフセーフ、ナイス、バカ溜まる。4体集まれ4体集まれ、ここで真ん中に陣取ればよかったんか。あー分かったぞ、レーザービームを全員で撃つタイミングで2体の真ん中に立てばいいんだ。オッケーオッケーオッケー、学習した。そう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 。これなら草主人公の方が良さそうやな。草元素足りてねえんだよな。世界は謎だらけだね。うん、これでいい気がしますね。あ、そっか、草主人公烈開花のパーティーに入れたらバーンするやん。いや、水変化させてしまえば大丈夫だよ。危な危な。草主人公は信頼感度してちゃんと水変化確定させてあげれば炎元素ぶつけても起爆しないから大丈夫。オッケー、これならいけるな。さて、信頼感度、水変化、これで大丈夫やろ。ほら壊れない、炎変化しても壊れない。これで烈海がめちゃくちゃ安定します。あーめっちゃ草元素足りてる、最高だ。でここ真ん中に引っ張って、はい、おいでおいでおいで、炎の盾、おいで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 、おいでおいで、待ってるから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 、そう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 、その位置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 、最高。お前らお前ら最高。助け出し参上、これが烈開花じゃ。あ、ポマ、ポマが死んでる。立ち回り完璧やったのに。ちょ、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 来て来て来て、無限に待ってます。あ、ちょ、ここここここ、キャニス危な。信頼感で、ここで水変で、ここでこの変化させて、ヨーヨー回復できる、ヨーヨーの回復が欲しい、全体回復、うわーめっちゃ回復する。あーで、しかもめっちゃリスカイが起こる。あ、気持ちいい、気に気をつけろ、気持ち、原神って気持ちいいゲームなんだ。俺バーン、俺俺俺バーン、なんかお前めっちゃ体力回復してね、お前もしかして体力回復すんの。4人固まってる、 4匹固まってる。何でお前バックステップしてんの。あ、でも全員に烈開花当たりそう。5時の炎、いける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 、いや烈開花の偉大さを知る。5体13体の生きとしで、この祈りを、さ、いや怖くない、うわ早っ、やっぱ私の見立ては間違っていなかった。で水変化させて OK、 やはり我の見立ては間違っていなかった。これでは正解だ。で、体力全員に一気に回復して、死ね死ね死ね、落ちかかせちゃうな。あぶね、死ねって言いかけた。あー危なかった、立ち回り完璧やってん。頼むよこれ。この剣はわかるかい、危なストレスのあまり死ねーってでかい声で言うとこやった。あぶねー、立ち回り完璧じゃね、一体だけ生き残ったけど。火に気をつけろ、うん、神神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 神、いらっしゃ、芽生えよ。で水変化させて烈開花起こして、でファリエからやな、オッケー、どいて、いやー草主死ぬな、ここ見せるとこちゃうねもう立ち回り完璧やなんで、あ、一匹だけ別行動してる、お前死ぬ、いらっしゃい、許さんぞお前、なんで毎回いつも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 、俺が守るよ、いつも単独行動しやがって。オッケー。いや、いける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 。あ、水ゲソない。キャンディスの爆発のせいだ。あ、何やってんのお前。助け出し参上。機械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 機
水変化。水変化した。あー壊しちゃったか。塔まで間に合え間に合え間に合え間に合う間に合わせる間に合うんだ。ウィン。ああなんでこんな疲れてんの。そんなしくるような敵、そんな強い敵はいないけど、いやまあ頑張ったね。出落ちやんこいつ。しっかり立ってな。こいつしょってドシーンって出落ちしてくる。あーこれやん。なこの出落ち、出落ちモンスターがよ。じゃあこっちも来い。もう初手から結構殺意向けてくるよね。おもろいね。はいし、これでで超開花でいっぱいダメージを出していければいい。回復力と耐久値は結構あるから、まあ、このままペチペチしてれば合ってるとは思う。おダウン取った。でかい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 。親指疲れたから今中指でクリックしてる。ゆかきのエネルギーが大事。次爆発スキル水変化。キャンディスのエネルギーが大事。はい爆発たまる。はいじゃあ次レッツカイか。トマたまる。トマたまったね。じゃあちょっと水元素撒き散らしながら五時炎。うまくね原神。私うまいかもしんない。で爆発スキルローテーションが神がかっているでござる。あれで水変化。でトーマ五時砲の俺が守るよ。原神うまくね。ブリーチプリズム。こいつは どうやって倒せばいいんだ。とりあえず水元素つけて爆発切って原神うまいかも。いや私世界一原神をしている。信頼感度。ああやべ水変化炎に変化させた。炎の盾。えこれいけるやん。全然余裕でいけるやん。砕けなさい。余裕やん。我らに祝福あげや。それやいらっしゃい。キャンディス食べさせてエネルギーマックスで、エネルギーマックスで終わろう。はびこれ。ウェイ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 どいて。ウェイ時間大丈夫。ちょっと不安になる不安になる。砕けなさい。オッケー。ちゃんと後半のエネルギー全員溜まってるからね。前半のパーティーは強いし。一緒に踊りましょう。はいナグサノリン。お荷物です。はいバックアップサイウルコージャム。うわバリ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 。あとはウェルダン立ちないんだけど、こいつらからやるべきだったか。あーでもまあ行く空きが溜まってれば大丈夫。やべえ行く空きのスキル空振った。終わったかもしれない。やべえ水気にするしかない。こっちが近距離型、向こうが誰に張り付けばいいんだ。わかんない。この件はわかるかい。誰が近距離型で誰が遠距離型だ。またちょっと立ち回りを練らないといけないな。コッペリウス、コッペリア、信頼感度、スキル、水変化、爆発。あ、しまった。今プレミ。守るために戦わねば。ちょっと悪いな。いらっしゃい。火に気をつけろ。劣化カーでよく押せてる。そう我らに祝福あれ。せーの。オッケー。これで畳みかける。体力多くね。いやいけそうだな。でもやるわね。爆発切って水変化させてスキルで水元素粒子拾ってレスカイコ起こして、で爆発切ってでヨーヨー出してレスカイコ起こしていきながら戦う。で塔まで爆発。いやスキルローテーションできている。我レで使いかパーティーのスキルローテーション完全にマスターセリ。あでもちょっと時間が、お時間が怪しいですわよ。
あー、ダメでしたか。わかるか。あ、新しく召喚されない。でも絶対このガンナーからやろ。ガンナーからやる。私頼むよ。これさゆるこ役割。おちょおちょ、声の領域から出んな。空気読めバカが。おとなしくしな。あ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。こういうシチュエーションです、こういうシチュエーションです、こういうシチュエーションこそ最高なんです。あ、凍結凍結。よし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 。このシードうぜー。え、シールド貼り直し。え、シールド壊してくれ。 Y のコンボ無駄にすんなよ。知らない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 。刺しただけじゃ。は？え？消えて。え？何回氷シールド貼るん？氷シールド貼りすぎちゃう？どういうタイミングで氷シールド貼るん？知らない知らない、わからないわからないわからない。なんで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 。勘弁して。敵は3回シールド貼り直す。クソじゃん。何それゴミじゃん。マジ？いらっしゃい。え、じゃあもうシールド壊すまではさ、もうこんなジャブじゃん。最初大技使っちゃダメじゃん。はい、こっからやん。え、じゃない、こっから塔まで。足、あ、一回壊れた。もう、はい、張って張って、早く、はよ張れ、はよ張れ。大技使えないんだこっちは。シールド張れ。いや、張らへんやお前。じゃあ攻撃するけど。張るんかい。何やこいつ。トーマにもこれはひどいって言われた。シールド反応ずっと待ってたのに全然張らへんやん。炎の盾。草主人公たまる。オッケーオッケーオッケー。草主人公レディー。ない、はびこれ。絶対序盤のミスが響いてる。いや、いけるいけるいける。シールドもっと早く貼ってほしいんだよな。俺が守るよ。でも使っちゃう。だからシールド遅いから削りで。この祈りを聞きなきゃ。動かないで。ちょっともったいない。これもったいないか。もったいねえか。開幕10秒で使うからいいのか。早くシールド貼って、早くシールド貼って壊すから。痛いに飛んで。故郷に帰るときだ。回復を忘れていた。ほら早くシールドを待とうのだ。そう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 、壊す。気に気をつけろ。でこの足カッターがバリうぜ。あ、やばい、これこれこれ回復をおろそかにしてるから死ぬ。それやめろって、やめろって。そこで壊す。どいて。あと5時炎が正義。あ、もう一回シールドまとって早く。あ、いたいたいた、削られる。はい、爆発で壊す。はい、ここから本気。守るために戦わねば。いいよ、壊して。え、元気で。もうダメかもしれん。砕けなさい、この祈り。五時の炎。あ、これ爆発使っちゃった。やめそう。爆発の来るタイムは20秒で長いから無駄に撃つな、バカ。はい、でもここの時間は縮められる。壊して信頼感度、水変化、爆発。 OK、 完璧。体力管理体力管理体力維持。イエベル動き回って、イジ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 。炎の盾。いける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 。どいて。水主人公爆発、キャンディス爆発、トーマ爆発、ゴジホの。これがゴジホの構え。原神は元素反応を使うゲームだと知れ。あー、前半が10秒早かったらいけたかも。でシールドまとうやろ。壊す壊す。 OK、 水変化。めっちゃ立ち回り、立ち回り神かかってる。立ち回り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 、神神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 神。でそろそろ草種がたまるから、草種、キャンディス、フォーマ。20秒ある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 。うわや、やべえ、まあまあいい、しゃねしゃねしゃね、いける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 。水変化。
諦めない心、これが星4縛りですよ。やるやん、ありがとうみんな、ありがとう。ベネットシャリン使えばもっと楽なんでね、うん、ちょっときつめの縛り、星4武器だし、星4キャラだし、ベネットシャリン使ってないし、相当な縛りを課しましたが、いけました。なので皆さんもぜひ、今期の螺旋簡単だね、だからぜひ皆さんやってくれ、うん、疲れた、白熱してたな、喉やばいわ今。どうもです、こんちゃちゃです、ねるめろと申します。突然私を呼ぶなんてどうしたの？もう見た目も好きだし、ずっと前から大好きだから。実はね、私も同じだよ。